皆さんこんにちは。 TRA 石川伊乃です。私が皆さんにご紹介するのはリムジカルタロット、直訳すると気まぐれタロットというような意味になります。皆さんがよく知っている物語や童謡などがモチーフとなったカードですので、カードの意味と合わせてこんなお話あったなぁなんて楽しんでいただけたら嬉しいです。今日ご紹介するカードはカップの7です。カードに描かれているのはいくつもの道とそれらの行き先を指し示す縦看板。今回のモチーフはおとぎ話や童謡の王国への道です。一体どんな行き先が書かれているのか確認してみましょう。まずはこれ、エメラルドシティと書いてあります。エメラルドシティといえばオズの魔法使いでドロシーたちが目指した街ですね。よく見ると確かにこの道には黄色のレンガが埋め込まれています。次はこれ、マーケットと書いてあります。マーケットは市場ですからビジネスや商売が思い起こされますね。そして次はこれ、ラビットホールと書いてあります。普通に読むとウサギの巣穴ですが、ウサギ穴といえば思い出されるのが不思議の国のアリス。アリスが時計を持って急いでいる不思議なウサギを追いかけて穴を落下していって不思議の国にたどり着きます。なのでラビットホールは比喩的に日常こちらと非日常あちらを結ぶトンネル的に使われることがよくあるそうです。その次はこれ、キャッスルと書いてあります。ここで言うお城はおとぎ話に出てくるお城のイメージですね。それは主人公の夢の叶う場所。そして次はこれ、ジンジャーブレッドレーンと書いてあります。ジンジャーブレッドというのはスパイス、シナモンやアニスなどそういったものが入ったクッキーやケーキのこと。ジンジャーブレッドハウスというとお菓子の家のこと。お菓子の家といえばヘンゼルとグレーテルが思い出されます。次はこれ、オールドマクドナルドファームと書いてあります。有名なマザーグースの歌のタイトルでもありますね。日本人だと一郎さんの巻き場で E-I-E-I-O でわかるでしょうか。忙しくも楽しい日常が思い起こされます。最後はこれ、ラプンツェルタワーと書いてあります。ラプンツェルの塔といえばラプンツェルが長い髪で上り下りするしかないと思い込まされていたあの塔のこと。さて、全部で7つのルートを指し示していました。どの看板がどの道を指しているか見てみると、こんな感じでしょうか。キャッスルは実は今自分が歩いてきたように見える道を指しているように思えます。よく見ると、道の脇に綺麗な花が咲いているのはこの道だけ。もしかすると、自分はセンターのこの曲がりくねった道を進んできたのかもしれません。そして、この岐路に今立っているのです。今のあなたにとって最もポジティブなルートはどれでしょう？決めるのはあなた自身です。このカードのキーワードは、選択と決定。二つの悪のうち小さい方を選ぶ。あなたの利益になるように決定を下す。です。このカードから受け取るアドバイスです。このカードを引いたら気持ちをクリアに、モヤモヤは振り払いましょう。選択肢はすでに手元にあって選択できる状態です。否定的な選択肢は除いて、それぞれの選択肢について考えましょう。様々な角度、様々な視点で考えるのです。
それが自分にどのような影響を与えるか、またそれが自分の周りの人にどのような影響を与えるかも必要な視点です。正しい選択がどれなのか、もしかするとあなたが一面だけを捉えて排除してしまった選択肢が正しい可能性もあります。選択しなければならないときに選択をしないのは、選択をしないという選択をしたことになります。ちょっとややこしいですかね。そのことも含めて、なんとなくそのままにすることなく、自分と自分の周りの人たちのことを考えて最良の選択をしてください。それでは今日の乙女です。このような感じで順番に78枚のカードを紹介していきます。本日は石川里乃がお送りいたしました。